チャールズ・フォスターの肖像が、チャールズ・フォスターはアメリカ合衆国の政治家。1880年から1884年までオハイオ州知事を務め、1891年から1893年までベンジャミン・ハリソン大統領の下で財務長官を務めた。1828年、フォスターはオハイオ州ティフィンの郊外で生まれた。フォスターは オハイオ州の農ク学園で学んだが、14歳の時に父が大病を患ったため学園を中退し、父の事業経営を引き受けた。ホスターはそこで大きな才覚を発揮し、ホスターが18歳になると父はホスターを共同経営者に指名した。ホスターはオハイオ州で最も大きな企業へと成長させ、銀行と鉄道の経営により一財産を築いた。 1853年には、ハンジジェシー・オルムステッドの娘のアン・オルムステッドと結婚し、二人の娘を設けた。またホスターは、共和党員として活発に政治活動を行った。1870年、ティフィンはアメリカ合衆国会議員に立候補し、1871年から1879年まで4期続けて会議員を務めた。 1878年のアメリカ合衆国会議員選挙では敗れたが、翌1879年にオハイオ州知事選挙に立候補し、1880年から1884年までオハイオ州知事を2期務めた。1890年、ホスターは再びアメリカ合衆国会議員選挙に立候補したが、当選はならなかった。翌1891年、 ホスターは、ウィリアム・ウィンダムの死によって空席となった財務長官に指名され、ベンジャミン・ハリソン大統領の下で財務長官に就任した。ホスターは、財務長官として、西部の銀採屈業者の掘り出す義務を政府が高値で、買い取るシャーマン銀行入法の継続を支持し、貨幣制度の金銀副本位制への復帰論に対抗した。そして1893年、 ホスターはハリソン大統領の人気満了に伴って財務長官を退任するとホストリアで事業活動を再開した。そして1904年ホスターはオハイオ州スプリングフィールドで死去した。ホスターの遺体は同州ホストリアのファウンテン墓地に埋葬された。ありがとうございます。